こんにちは。アマゾンサポーター、堀秀夫です。オーストラリアアマゾン情報。世界のアマゾンを比較して、なぜオーストラリアアマゾンが異常しなのか。それについてお話し,します。まず、アマゾンの売上これはね、去年の12月に会員さんに出していただいた売上で、1ヶ月で34,454ドル。これアメリカドルなんで380万ぐらい。 で、利益率が約3割ですから120万弱稼いでいます。ちなみにこれはアメリカアマゾンの売上なんですけど、今からアメリカアマゾンを始めても、この売上に到達するのはかなり難しいです。まあ、タイミングいい時にアメリカアマゾンを始めていれば、まあこれだけ稼げてる。今から3年以上前にアメリカアマゾンを始めた会員さんは、今もご覧いただいたように稼いでいます。 しかし今からアメリカマゾンを始めても同じだけ稼ぐのは無理です。というか今からアメリカマゾンを始めるとアカウント削除される可能性が高いですで。世界のアマゾンの進出国。オーストラリア、ブラジル、カナダ、中国、フランス、ドイツ、インド、イタリア、日本、メキシコ、オランダ、スペイン、イギリス、アメリカというふうに進出してるんですけど、まあそれぞれの主な国の問題点。まず日本アマゾンの問題点。 デリバリープロパイダー問題と。まあ、納期をきっちり守る必要のある日本で、納期を守れない配送を使っている。まあ、当然、とばっちりは出品者に来ると。まあ、日本人はすぐクレーマー化するんで、その対応はストレスがすごいです。ね、このね、えー、もう、偽物も多くなってます。アマゾンね、日本アマゾンは相当こう出品者とかね、質問悪くなってきてます。競争過激で悪い出品者も入ってる。 ま、いつの間にやらすごい荒れた市場になってます。で、しかも、売上金没収とかのね、アカウントが止まるというようなね、えー、事例も増えてきてます。で、今から、日本アマゾンを取り組んで稼ぐにどうするかというとね、もう、商標登録をしてメーカーになり、アマゾンブランド登録をしないとアカウント削除されるのがオチです。まあ、日本は初心者が気楽に始めて、無難に稼げる市場ではないです。次に、アメリカアマゾンの問題。 FBA 倉庫のキャパオーバー。ね。もう、納品から売り出しまでの期間が長くなってます。また受け取りミスも多発しています。もう、アメリカアマまずの FBA 倉庫。まあ人員というかね、量というか、もう両方の問題でしょうけど、まあ相当ひどいことになってます。それと、偽物やコピー商品、ライセンス違反の取り締まりは厳しいと。まあ厳しいって言うかね、これね。えー、自分が出品している商品に偽物が、えー、偽物だというクレームがついたりね。 中国の方から偽物だと、偽物をたくさん作ってるというようなね、情報が入った場合には、その、全出品者、および過去に出品していた出品者にね、えー、その、証明を出せと、きちんと本物売ってる証明を出せときます。で、これ大抵ね、小売転売をしてる人、あるいはね、過去に登録だけしたけど実際に売ってない人には出せっこないんでね、そうするともうそのままアカウントサスペンドということになっちゃいます。それから売上金募集と、まあ、こういうのでね、 え、サスペンドになると売上金、え、帰ってこないと。いつ帰ってくんのというようなね、状態になっています。こちら、アメリカの対策もやはり日本と同じように、商標登録をしてベーカーになり、アマゾンブランド登録をしないとアカウント削除されるのがオチです。アメリカも初心者が気楽に始めて、え、稼げる市場ではないです。一方、オーストラリアのメリットは、日本とアメリカの問題点がないこと。ね。配送品質。 何しろ、アマゾン以前のオーストラリアのネットショップは、何が、いつ届くかわからないと。これね、書き間違いじゃないですよ。注文した商品と別なものが届くと。色違いが届くとか、サイズ違いが届くとか。は、ね、ては水着を頼んだのにね、なぜかシュノーケルが届くとか。もうそのぐらいの、えー、適当さでした。オーストラリアで頼んだ商品が、アメリカの場合、アマゾンの場合は、まあ、頼んだ商品が数日で届くというのはものすごいメリットなんでね。 もうそのメリットの前では、二日で送りますって言ったのは三日か四日かかっても全く問題ないです。また、偽物やコピー商品、ライセンス違反の取り締まりが甘いと、えー。たまに商標登録違反ですとかね、えー、なんか来ることあります。もう売れませんとか来ることありますけど、売れませんって言ってその商品が売れなくなるだけで、アカウントがサスペンドとか、そういうことはないです。もうかなり、日本とアメリカから比べたら、信じらんないぐらいぬるいです。そんなわけで、ね。 アカウント止まりませんので、売り上げ金没収の心配もないと。出品者が少ない現時点で売り上げ金没収の可能性は低いです。オーストラアマゾンが初心者が気楽に始めて無難に稼げる唯一のアマゾン市場です。しかもこれから購入者も増えていきます。今まさにね、購入者増えてます。私今シドニーにいるんですけど、まあ、結構ね、アマゾンの箱、アパートの玄関とか置いてあります。配達してる人が持ってるのも 結構目にするようになってます。Amazon 利用者は確実に増えてます。まあ、参考までの他、カナダ。カナダは巨大市場をアメリカに隣接してると。アメリカと比べればライバルは少ない。ライバルは少ないんですけど、ただね、わざわざカナダに頑張ろうというほどの市場規模もないと。何しろね。 アメリカのネットショップ、カナダの場合、えっ、ー、と、カナダに住んでる人、ほとんどの場合ね、アメリカのネットショップ使えるんで、そうなるとね、うん、なんかわざわざカナダアマゾンというのもね、それほど強い選択肢じゃないんだろうなというのも言えます。それからヨーロッパアマゾンの問題点。まあ、これ結構最悪でしたね、えー。登録はめんどくさい。ね、その手間とお金をかけるメリット全然ないです。市場ははるかに小さい。 なんか日本人ってヨーロッパいいイメージ持ってる人多いんですけど、はっきり言ってね、ヨーロッパってお金持ってるけどね、財布の紐が硬い、がめついお金持ちか、えー、金のない人が大部分でね、アマゾンを使って儲けようというのにちょうど手頃な人ってあんまりいないです。ね。え、所得が高く、漏出のお金を所得が高く、漏出のお金を持ってる人は少ないと。 羊品なら売れますけど、我々小規模な羊業者はね、えー、贅沢品や無駄なものが売れる市場ではないと効率を稼ぐことは難しい。すなわちヨーロッパ、アマゾンはあまり取り組むメリットがないと。で、まあ、あとは特殊な国なんでアマゾン自体が苦戦してるのが、えー、中国とインド、ねえー。これは巨大市場ですけど、アマゾン自体が苦戦してます。ないしのね、政府の意向というのがかなり 政府がコントロールしてるんでね。アマゾンといイどもオイストレート侵入できないと。進出できてません。で、まだね、ちょっと確認してないのがブラジル、メキシコ、トルコなんですけど、まあ、オーストラリアがね、えー、このぐらいの段階になって、次の市場といった時には調べるかもしれませんけど、今まだオーストラリアね、この段階なんで、これから美味しくなっていくとこなんでね、オーストラリア一つに集中してサポートしていきます。 で、この図何だということなんですけど、えー、オーストラリアアマゾンがね、一番の有望というのはなぜかというと、今まだね、オーストラリア、珍しいもん好きの人が使ってた段階から、徐々に、えー、その、ちょっとね、それよりボリュームの大きいゾーン、ね、新しいことにもう、あの、大好きという人が使い始めたとこです。まだ普通レベルの人はね、アマゾンであんまり買い物してないです。何しろね、オーストラリア市場ってすごいでかいんで、まあ、 Amazon で買うとすぐ届いて面白いものがあるというのに気づいてる人はね、まだほんの少ししかいない。ほんの少しなんだけど、まあすでにかなりのボリューム規模になっている。なぜならオーストラリアは無駄遣いが大好きな国民性で、所得が高いからです。これがね、今のうち始めれば、このね、この段階、アーリーマジョリティが入ってきた段階では、めんどくさいクレームつける購入者はいない。だけどバンバン売れるという美味しい状態になりますんで、やっぱ今のうちから、 ね、オーストラーマゾンに参入して、えー、実績を作っておくと、商品を探しておくというのはね、まあ、今後、オーストラーマゾンが、このアーリーマジョリティ、ね、えー、普通の、ね、あの、珍しいもん好きじゃなくてね、あの、いいって聞けば素直に使う人たちが参入してきたときに、すごく稼げるようになります。まあ、一方、これね、先ほどの例で言うと、日本とアメリカが、えー、なぜ、 いい、市場じゃなくなったかっていうと、もうこれ完全にね、もうあの市場が成熟しきってると。ラガードとかこの辺まで入ってくるとね、もう頑固もひねくれもん、クレーバーがかなり混ざってきますんで、まあ、そうなるとかなりややこしい市場になると。これは今までね、ヤフークもそうでしたし、楽天も、ね、えそれから日本アマゾンもそうでした。やっぱこの辺が一番美味しい。ね、この辺になってくると微妙になってきて、 こっちになるとね、もうややこしい、ややこしいなんかね、レビューとかついたりね、ややこしい返品する人とか増えてくるんであんま美しくないという段階なんで、まあオーストラリアアマゾンは今がまさに参入の絶好のチャンスです。ちなみにオーストラリアアマゾンの市場規模、ね、これは日本の約7倍というふうに予想されてます。これ私が勝手に予想してるんじゃなくてね、オーストラリアの経済研究所の予測です。3年後のね、2022年には売り上げは7兆8千億円ぐらいになると。 え、いうふうに予想されています。そんな、今が絶好の参入機会のオーストラーアマゾン。まずはこちらをクリックして、オーストラーアマゾン出サポートを申し込むページを見てください。今、動画でご覧になっている方はね、ここクリックできないんで、動画の説明欄にある URL をクリックして、オーストラーアマゾン出サポート申し込むページを見てください。アマゾン室サポーター、堀秀夫でした。